皆さんこんにちは。今回私は屋久島に行ってきました。屋久島では登山、トレッキング、観光を楽しんできたので、その実体験をもとに屋久島のことをご紹介します。屋久島は鹿児島県にある島です。離島なのでなかなか行く機会がないかと思います。この動画では屋久島にどうやって行くのか、屋久島に持っていく荷物はどんなものが必要かなど、これから屋久島で登山やトレッキング、観光をする方に向けたガイド情報をご紹介します。動画の内容は次のようになっております。興味のあるところからチャプターで飛んでいただいても構いません。まず屋久島の場所ですが、地図でいうところのこんな場所です。屋久島は周囲 130km の島で、淡路島よりも小さい島です。車で3時間ほどで一周することができます。屋久島といえば大自然ですよね。島全体の2割に相当する地域が世界自然遺産に登録されています。ただ島すべてが世界遺産というわけではありません。また洋上アルプスと呼ばれていて、九州一高い宮の浦岳がそびえるだけではなく、九州の高い山1位から8位までが屋久島にあります。主な町は宮の浦、安房、尾之間の3つあります。宮の浦と安房が中心的な町で、登山やトレッキングをするならこの2つがおすすめです。飲食店、スーパー、レンタカー会社、お土産屋さんなどたくさんあります。宮の浦と安房は 19km の距離で、車で約30分ほど離れています。尾之間は西武林道、平内海中温泉、千尋の滝、トローキの滝などの観光スポットに近い町です。屋久島へのアクセスは飛行機、高速船、フェリーの3パターンです。屋久島空港への直行便は鹿児島、福岡、大阪、伊丹の3ルートです。鹿児島空港からは1日5便、時間は35分ほどです。福岡、大阪、伊丹空港は1日1便出ています。このため全国から屋久島空港へ行くには鹿児島空港を経由するのが主流です。到着場所の屋久島空港は宮の浦と安房の間にあります。高速船を選んだ場合は鹿児島港から出発し、宮の浦港または安房港に到着します。宮の浦港3便、安房港2便、計1日5便が到着します。主要時間は便によって変わりますが、1時間50分から2時間45分ほどです。フェリーを選んだ場合は鹿児島港から宮の浦港に到着します。1日1便で主要時間は4時間ほどです。飛行機のメリットは移動時間が短いです。デメリットとしては価格が高いです。また座席数が少ないため、時期によってはすぐ満員になってしまいます。飛行機を選ぶポイントは、長期休みが取りづらく滞在時間を長くしたい方におすすめです。高速船のメリットは飛行機より代金が安く、旅程に合わせて屋久島の港が選べます。また移動時間がフェリーよりも短いです。デメリットとしては、座席に着席の上シートベルトをしていないといけないので、船旅気分があまり味わえないことです。また揺れが激しいため、酔いやすい人は少し大変かもしれません。選ぶべきポイントは時間と料金のバランスをとっていきたい人向けです。フェリーのメリットとしては料金が一番安いです。ラウンジや売店などが充実し、快適な船内です。また展望デッキからの眺めは旅情満点です。大型客船のため高速船より揺れが少ないです。デメリットとしては、1日1便のため行動が制限されます。移動時間が一番長いです。鹿児島港を朝早く出発するため、鹿児島本島での全泊が必要になります。選ぶべきポイントは時間に余裕があり、船内の快適さを求める方におすすめです。注意点として、鹿児島まで飛行機で来て、鹿児島から屋久島までを高速船またはフェリーで行く場合は、鹿児島空港から鹿児島港まで60分ほど移動しなくてはいけません。次は島内の移動手段についてです。レンタカーがあれば鹿
格段に行動範囲が広がります。事前に予約しておけば空港や港に迎えに来てくれます。繁忙期は予約がすぐに埋まってしまう可能性があるので早めの対応をおすすめします。バスに関してです。バス会社は屋久島交通と松萬田交通の2社あります。屋久島交通に関してです。運行路線は4路線あります。主要路線は長田から大子の滝までの西武林道を除く島内外周を走っています。白谷雲水峡線は宮の浦港から白谷雲水峡まで通っています。紀元杉屋久杉ランド線は郷町前から紀元杉まで通っています。荒川登山口線は屋久杉自然館から荒川登山口まで通っています。松萬田交通に関しては主要路線が宮の浦から安房、白谷雲水峡線は宮の浦から白谷雲水峡まで。主要路線から他路線への乗り換え方法です。この乗り換え方法が少し難しかったので私なりにまとめてみたのでここでご紹介します。主要路線以外は本数が少なく乗り換えの時間を気にしなければいけません。まず一つ目は主要路線から白谷雲水峡への乗り換え方法です。安房方面や長田方面から白谷雲水峡に行く際に乗り換えが必要になります。小原町バス停で乗り換えるのが効率的です。2つ目は主要路線から紀元杉屋久杉ランド線への乗り換え方法です。宮の浦方面や小野間方面から紀元杉に行く際に乗り換えが必要になります。郷町前、安房校、安房、いずれかのバス停で乗り換えが必要になります。1日に午前と午後の1往復しか運行していないため注意が必要です。3つ目は主要路線から荒川登山口線への乗り換え方法です。バスの運行期間は3月1日から11月31日までです。この期間に荒川登山口に行く人はバスでの乗り換えが必要になります。乗り換え場所は屋久島自然館で乗り換えます。乗車には登山バスチケットが必要になります。バス乗り場でも購入できますが事前に購入しておくとスムーズです。バスの乗り放題チケットに関してです。屋久島交通には屋久島ゆったり満喫乗車券というバスの乗り放題のチケットがあります。バスメインで島内の観光を考えている方はこのチケットの購入をおすすめします。このチケットはバス車内では販売しておらず観光案内所や指定のホテルで購入することができます。ただ荒川登山口線と遊覧バス、松萬田交通のバスでは使用できません。バスの注意点としては路線バスは西武林道はどちらの会社も運行しておりません。運賃の支払いは現金のみになります。車内に両替機はありますが2000円、5000円、1万円の両替はできません。タクシーに関してです。基本的に本土のような流しのタクシーはありません。基本的にタクシー会社に連絡を入れて利用します。早朝から利用する場合は前日の営業時間内に電話をして予約をします。当日の朝に連絡しても営業時間外で連絡がつかないためです。支払いは現金のみになります。どこに宿泊するのがおすすめか、私のおすすめは宮の浦と安房です。ここにはホテルや民宿、飲食店、スーパー、お土産屋さんなどが揃っているためです。その中で宮の浦に宿泊するのをおすすめする方は白谷雲水峡のトレッキングを考えている方です。理由として白谷雲水峡登山口まで車やバスで30分ほどで行くことができるからです。安房に宿泊するのをおすすめしている方は縄文杉登山、屋久島縦走、そして白谷雲水峡と縄文杉登山の両方を計画している方です。理由としては縄文杉登山の登山口と屋久島縦走の登山口に近いためです。縄文杉登山の登山口は屋久杉自然館から登山バスを利用することになります。そのためできるだけ屋久杉自然館に近い安房に宿泊をすることがいいです。屋久島縦走に関してはコースが多いため今回私たちが縦走した
湯戸郷登山口から荒川登山口までのコースを考えて安房での宿泊をおすすめします。屋久島縦走に関してはこの後詳しい動画を上げる予定なので、そちらを確認ください。白谷雲水峡のトレッキング、縄文杉登山を両方考えている方は、縄文杉登山を中心に考えて荒川登山口に近い安房に宿泊するのがおすすめです。白谷雲水峡トレッキングは縄文杉登山に比べて早朝出発である必要はないので、そこまで移動時間を気にする必要はないからです。静かで南国らしいゆったりとした時間を過ごしたい方は尾之間のエリアをおすすめします。屋久島観光拠点の中でもこのエリアが一番自然が豊かであり、高級ホテルもこのエリアにあります。今回は私が行った屋久島縦走時の荷物についてご紹介します。その中で屋久島特有の部分を中心にご紹介します。まずはガス缶です。荷物を屋久島に送る方や飛行機で屋久島に来る方はガス缶を島内で準備する必要があります。空港や登山ショップでガス缶を購入することができます。私たちは安房にある登山ショップでガス缶を購入しました。返却に関しては観光案内所や空港で返却することができます。私たちは安房の観光案内所で返却しました。登山弁当についてです。屋久島は24時間やっているコンビニはなく、早朝登山やトレッキングでの食料の調達が難しくなっています。そのため屋久島では地元のお弁当屋さんやホテル、民宿などに予約をして早朝に引き取るお弁当文化があります。私たちは地元のお弁当屋さんに予約をして登山弁当を持っていきました。携帯トイレについてです。屋久島縦走する場合は季節のトイレがない区間が長いため、トイレに困る可能性があります。携帯トイレを持っていけば携帯トイレブースが所々に設置されているので、その心配が軽減されます。使用済みの携帯トイレは登山口にある回収ボックスに捨てることができます。そしてトイレットペーパーはあるところとないところがあるので持っていくことをおすすめします。雨対策グッズについてです。屋久島は急な雨が多いため雨対策は必須です。レインウェア、レインパンツはもちろんのこと、ザック側への対策も必要です。私はザックの外側のカバーにプラスしてシーツーサミットのウルトラシルパックライナーを使用して、その中に荷物を入れていました。屋久島には多くの水場があり、飲料用や調理用にそのまま水を使用することができます。私たちは生水をそのまま飲むのが不安だったので、ソーヤミニの浄水器を使って水をろ過して使っていました。その他の荷物はこんな感じです。今回私たちは登山用の荷物と観光用の荷物があり、荷物の量が多かったので事前にホテルに登山用の荷物を輸送しました。少し料金はかかりますが、多くの荷物を持って歩くことを考えると割安だと感じました。屋久島は離島のため通常の輸送より日数がかかります。また天候の影響を受ける可能性もあります。そのため事前に営業所に何日かかるかを問い合わせて、登山の前日には届くように手配することをお勧めします。ちなみに余談ですが、私の荷物は沖永良部島に届いていました。登山の日程に余裕があったので、登山の当日には荷物が届き、無事に登山することができました。屋久島は手つかずの自然が残っている神秘的な島でした。非日常を味わいたい方にはおすすめの島です。
今回の動画は私の実体験をもとにおすすめ情報を作成しました。私の知らない情報もたくさんあるかと思います。もし屋久島に詳しい方がいたらコメント欄で情報を教えてください。最後にこの動画は2022年8月時点の情報になります。最新情報は各自でご確認ください。概要欄に屋久島観光案内所のリンクも貼っておきます。この情報も確認してください。今までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。